甲府温泉は山梨県甲府市にある温泉である。もともと甲府市街は温泉が湧き出しやすい地域とされており、江戸時代には甲府城追記の際、その南側に温泉が湧くなど周辺で温泉が出た記録がいくつか存在する。甲府温泉としては自由民権運動家の小田切、県明が1879年に甲府城の堀近くに改修温泉として、 開け湯したのが始まりとされている。1934年に湯村温泉付近で新たな源泉が発掘されると、それを追うように中心部でも温泉の掘削が行われ、次々と旅館が建立される。吉田初三郎が描いた泉と甲府には南アルプスを背に甲府城周辺で温泉の湯気がもうもうと立ち上る様子が描かれている。これらの旅館は、 甲府空襲により消失したが、温泉が湧き出し続けていたことから露天風呂として解放されていた。現在の源泉は1965年にホテル暖炉館をはじめとする近隣旅館発見によって敷屈されたものである。現在もホテル暖炉館の敷地内に源泉があり、ここから各温泉宿へ分裕されている。甲府市の中心部にある丸の内地区と中央地区に 複数の温泉宿が存在する。周辺が観光町街及び繁華街であり、温泉街という雰囲気は少ない。ほとんどがシティホテル、またはビジネスホテルであり、施設内に温泉浴場がある。県庁所在地の主要駅前繁華街に温泉宿があるのは他には鳥取温泉が存在する。県庁所在地の繁華街にある温泉として、他には 松江新宿温泉、道後温泉、湯田温泉などが挙げられるが、これらは温泉が湧き出した後に温泉街から繁華街に発展したことから県庁が設置されて、それなりの繁華街が形成された中で温泉が湧き出した甲府温泉や鳥取温泉と性質がやや異なる。ありがとうございます。